みなさん、こんにちは。テスです。今日はトレビアの泉を見ます。トレビアの谷は15人、全員が別々の理由で遅刻したため、爆発事故を免れた生徒隊がいた。え、嘘でしょ。早く見ましょう。え、面白そう。もし動画が面白ければチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ行きます。15人全員が別々の理由で遅刻したため、爆発事故を免れた聖火隊がいた。そうでしょ。すごいですね。15人がバラバラの理由での遅刻ですよね。自分の閉ボタン欲しいです。すごいよね。2人ものすごく興奮してますけど、どういうことなのか見ていただきましょう。こちらが確認の VTR です。聖火隊といえば、教会で催し物などがあった際に聖火を合唱する熱心な信者たちのことであるが、当時聖火隊の一員だったラドナ・ヴァン・デクリフトさんはこう語る。 Yes, certainly. There were 15 of us, and all of us were late for varied reasons, and it was later carried inLife Magazine。 こちらがその事件について語られたアメリカのフォトニュース誌ライフの1950年3月号である。聖火隊のメンバーは全員が遅刻したため奇跡的に難を逃れたと書いてある。へー。 No, we never came late. Not forSeveral years since we started choir practice, we all tried to be on time, 15 to 20 minutes early, if possible. すげー。じゃあ珍しい状況でした。ラドナさんはそれぞれの遅刻理由についてその詳細を教えてくれた。ラドナ・バンデクリフトの場合、15歳でした。若いでしたね。数学の宿題をどうしても終わらせたくて遅刻。ルシール・ジョーンズの場合、聞いていたラジオ番組を最後まで聞きたくなって遅刻。ドロシー・ウッドの場合、ラジオに夢中のルシールのことを待っていた遅刻。マーサ・コールとその娘マリリンの場合、夕食のうたた寝をしてしまい遅刻。ハーバード・キプフの場合、教会に提出するレポートがなかなか出来上がらなくて遅刻。ハービー・アールの場合、幼い子供たちを教会へ連れて行こうとするもぐずる子供たちに手間取り遅刻。絵が面白いね。体がだるく、なかなか腰を上げることができず遅刻。ウォルター・クレンプル一家の場合、娘の洋服が汚れていることに気づき着替えさせていたため遅刻。ロイーナ・エステスと妹サディエの場合、車のエンジンがかからず遅刻。遅刻をした際はこの偶然を思い出してみてください。一人に関しては何度か聞いたことあるんですよ。その日どうも一人受けたなんか予感っていう予感があって、虫の知らせというか、うん、そういうのはあるんだけども、15人全員が同時の遅刻、別々の遅刻でしょ。これ見るとなんか遅刻もしてもいいのかなってちょっと。ああ、ダメだぞ。ダメです。ダメだぞ。説明お願いします。かしこまりました。これは今から55年前、1950年3月1日にアメリカネブラスカ州で起きた事件で、
教会に引かれていた天然ガスのパイプが裂けたことによりまして、でそこから漏れたガスが蛍光灯と反応してしまって引火して大爆発を起こした。でこの爆発した時刻は通常であれば全員がすでに集合している時間でしたが、その日は奇跡的に誰もまだ来ておらず全員が無事だった。ちなみにこのように15人全員が別々の理由で難を逃れるという確率は数学的には100兆分の1ぐらい。100兆分の1、教会だからマリア様がみんなを救ったんでしょうかね、うんうん、まあ、みんなが無事でした。ちょっといいこと言ったらこれです。素晴らしい。15人全員が別々の理由で遅刻したため爆発事故を免れた聖歌隊がいた。 80A。今日のトレビアの種はすごいでした。15人全人が遅刻して爆発があるけどみんなが無事でした。すごい。遅刻しても大丈夫ですよね。もっとトレビアの泉リアクション動画を見たい方はこちらです。私のメンバーシップとパトロンに参加して私をサポートしてくださいね。じゃあまた見てね。バイバイ。